ノシスは南イタリアのエピゼピュリオイ・ロクロイ出身のヘレニズム時代のギリシア語詩人である。彼女はヘレニズム時代の劇作カリントーンに捧げるエピタフを書いたことから紀元前3世紀初頭に活躍したと考えられる。ノシスは主として宗教的な封建のエピグラム詩やエピタフを書いた。彼女のエピグラム詩は 彼女自身がライバルだと述べていた殺法に触発されたものだった。彼女はまたエイリンナとアニュデーから影響を受けていると思える。テッサロニケのアンティパトロスは卓越した9人の女流詩人の一人に彼女を含め認めている。ノシスは古代ギリシアの女流詩人としては最も作品が残っている詩人の一人である。彼女の作とされる12編のエピグラム詩が ギリシアシカ集の一部として現存しているが、その大部分は女性に関する作品である。これらの作品の一つはパラティンシカ州5.170として残っているが、サッポのフラグメント16を模倣したものである。ガダラのメレアグロスは、そのシカ集であるカカンにおいて、最も優れたギリシアの歌手の一人の中に彼女を数えている。ノシスはその作品において、 彼女の母親は、クレーブーカースの娘で、テウピラという名だったと述べている。別のエピグラムにおいては、彼女は自分には、メリンノーという名の娘がいたと言及しており、この人物はおそらく詩人のメリンノ王である。ありがとうございます。